送するいつもご視聴ありがとうございます。炭酸のおいちゃんです。はい、本日はジャンプスクラライズ最新号ということで、相変わらず動画出すの遅くて申し訳ありません。ではまず、リー・グレイマン、まあ、今回ね、表紙ネアですね、アーレン・カンダ・ラビ・リナリーで、今度はネア、違う、リンクか、リンクで今回がネアということでですね。これ何握ってるんですかね。はい、なんか目線はちょっと違うとこ行ってるんですけどね。で、今回はその、このネアの表紙の、なんかクリアファイル、B5 ぐらいだったかな、がついてきます。まぁ、ちょっともう外して、大事にしまってあるんですけど、はい。で、D グレイ版は、ここぐらいですか、はい。3分の1ぐらいのとこで、はい。あ、そっか。ポップアップショップももうすぐ、この8月だよね。8月9日金曜日から8月25日、日曜日までということ。正直俺あんまりグッズ買わないんですけど、T シャツとかね、パーカーとかあるんで、これ買いたいなと正直。ネットショップじゃ買えないよね、多分ね。事前に行かないと無理だよな。新宿遠いんですよね、ちょっと。まあ、行けたら行けるかな、行こうかなって感じですけどね。はい、では、まあ、読みながらの感想をやっていきたいと思います。はい、こりゃ嵐になるかもですね。今日はここで野宿だね。街で食料調達した後で、よかったと。あ、湿気で髪がうねるってことでね、こう髪をくぐってるんですけど、湿気で髪がうねる、まあ、要は癖毛なんですかね。ってことで、ここもちょっとティキを匂わしてるよね。ティキって天然パーマだから、まあ、多分湿気かなんかでくるんってなるタイプですよね。はい、ラビって、ラビ、ここね、まあ、始まる前にちょっとこう2、3ページ見れるじゃないですか、ネットで。で、このラビってとこで、え、ラビと思ってん。で、このやっぱ振り向いた瞬間の顔がさ、もう敵にしか見えないんですよね。なんだい、アレン、ラビとアレンですね。ってことで、第252夜、もう一人のブックマンジュニアね、まあ、前回の、まあ、とんでもない真実が分かって、ブックマンジュニア、ラビの一個、まあ、ちょっとややこしいんですけど、今のラビの一個前のラビっていうね、ちょっとややこしいんですけど、ってことが分かって、そして姿もあらわになって、その後にね、こう、名前ももう判明、まあ当たり前ですけど、アレンということで、違う名前かなと思ったら、ちゃんとアレンだったって、名前は変わっていない。ただ、アレン何々っていうのはまだちょっと不明。表紙でこう、二人が、映ってるんですけど、この表紙ちょっとまあじっくり見ると、まあ2人アレンと、まあ先代のブックマンジュニアがいるんですけど、アレンの方はね、左目がこうちょっと紙で隠れてるんですね。で、まあブックマンジュニアの方は右目がこう傷がある、はい、スカーフェイスっていう感じで、ね、まあ右目が閉じている、こっちは左、アレンの方は左目が閉じている、またちょっとなんか匂わしてきますよね。はあ、今のラビも右目が、眼帯じゃないですか。で、今のアレン、まあ、今のアレンもこう左目がこう傷が、で、まあ、悪魔が見えるね。呪われし目という感じでね。そして、その真ん中にはなんか、目ですかね。目っぽいのがあって、そこにこうなんかすごい、鍵なのか、剣なのか、まあ、要は十字架なのか、で、その奥に目らしいのがこうあってね。で、その、周りに星がすごいパーってなってて、なんかすごいよね、これ。めちゃめちゃデザインが凝ってるって。まあ、これも何かしら意味があるんでしょうか、あるんでしょうけど、ちょっと俺の頭じゃね、全然わかりません。まあ、クロスを意味したいのかなとか、あとは目。はい。ってとこで、まあ、二人とも目がね、ちょっとこう、脇ありってとこで、なんか目をちょっと強調してるんじゃないのかな。で、その時間があるなら話がしたい。ラビやネアのことです。僕は何も知らないから知っておきたいんだって。もう今のアレンとうり二つですね。髪型といい、このまあ口調といいね。これから僕たちは長い旅をするんだよね。そうだね、じゃあ話そうか。君がネアの宿主になってからここまで慌ただしかったのに、じゃあ改めて自己紹介からすっかってね。じゃあよろしく。私は裏の歴史を記録するブックマンの後継者だったの。今はもう違うけど、本当の名はないんだけど、アレンと出会った時の呼び名はラビだったので、まあ、それで呼んで、欲しいと。うわー、これもね、ネアとは友人だと思っています。はい。ラビもね、もうめちゃくちゃ確か名前が変わってて、で、今現在がラビ。その前が、一個前が、
なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、ディックだかリックだか、なんかそんな感じの名前でしたよね。で、たまたま今回ラビがこう被ってるっていう。まあ、ネアはひねくれてるから、なかなか友人と呼んでくれないの、つってね。まあ、一応友達として思ってるんだけど、あっちは多分思ってないのか、みたいなね。そうなんだ。確かにちょっと意地悪そうな人だったかも。アレンは彼とどういう関係だったの？めっちゃ気になりますよね。まあ、関係も何もってちょっと暗い顔をするんですけど、ネアと会って話したのはたった一度だけ。マジ？部隊が全滅して僕は深手を負って死ぬところだった。その時に突然現れて、お前の名は何だと。俺と契約しないかね、まるで窓マギのキューベみたいね。僕と契約しないか、魔法少女にならないかという感じでね。何の契約？はい、宿主の契約ですね、はい、僕は僕の願いを叶えてもらう代わりに彼の宿主になった。アレンにはアレンの何か目的があった。そして何かの舞台にいて、まあ、ちょっと死にそうになったから、まあ、その時に、まあ、契約を結んで、生き延びたって感じですかね。彼は何なの？人間じゃないよねって。君はどう思ってるの？強いて言うなら、人の死に目に現れて契約を吹っかけてくる、童話とかに出てくるあれ、悪魔みたいなだなって。ブハー、そこでこうね、ラビが爆笑するんですよ。確かにみたいな、そんなやつをよく信用したね。悪魔ぴったりだって。僕もそう思う。でも怖いとか思わなかったんだ。なんていうか、彼の目がまっすぐで、今回の表紙みたいなね、まっすぐで、言う通りネアは人間とは違う。はい、まあノアの一族ですからね。彼はずっと自分が存在する意味を探し続けているんだ。そのたった一つのために悪魔になった。意味深ですよね。まあこのディーグレの世界の悪魔はアルファベットで悪魔、まあ機械的な感じでねなってるんですけども、なんか実際に悪魔、あの漢字で、悪い魔って書いて悪魔っていうのはなかなか珍しいってか初めてじゃないですかね、これ。なんかそこら辺もちょっとなかなか感慨深いと言います。まあ、存在する意味、私はそんなネアに強く共感したの。私自身もずっと通っていたから。自分が継承するブックマンの役目のことを、世界からなくならない戦争、たくさんの悲劇、ただひたすら傍観者であり続けることに、まあ、嫌気がさしてやめたんですね。で、真実を知っていながら何もしないなんてできなかった。だからせめてネアの宿主には私がなろうと思っていたんだけど、間に合わなかった。先にねアレンがなってしまったから。役目を捨てたこと後悔してないの？で、ラビは宿主にならなかった。今ならまだいるべき場所に戻れるんじゃないかって。僕を守っていていいのってね。そう、彼、今の彼の役目は、ネアの宿主アレンを守る守護者っていうね、まあ、なんか今のさリンクみたいなポジションですよね。で、私は君を命を懸けて守り、きっと今すべてを言葉にしてもアレンには伝わらないかもしれない。私にはすごく複雑な因縁があるんだ。同じ目だ。何かに押しつぶされるのを耐えているような、でもとても強い光、ネアと同じ目でも長い旅になるんだ。これからゆっくり話すから聞いてくれる？アレン、うわ聞きたい聞きたいと思ったら、ブルブルブルつってこうノイズが走って、はぁと思ったら急にでっかい手が現れて、いきなりなんかあの左手がちぎられて、そうアポクリフォスですね。アポクリフォスがここにまた出てきましたよ。めちゃくちゃ出てくるお前。うん、で左腕をこうね見つけたよ、宿主。なんか何年後か経ってのなんかすごい髪が伸びてるんですよ、あれ。あとこうね結構いい年になってる、30代、まあ、20代後半ぐらいになって、はい、でこう髪が、長くなって、すごいこう顔も大人びて、はい、見つけたよってことで、素晴らしい螺旋のエネルギーを感じるね。螺旋のエネルギー、はい、螺旋、まあ要は命のエネルギーですかね。はい、イノセンスでその魂を全て跡形もなく食らってやろうって、その千年伯爵のなんか能力みたいですよね。千年伯爵はこう直接魂を食うっていう能力だったんですけど、それイノセンスでもできるのみたいな。ああ、やっぱこう近しいものがあるんですよね、イノセンスと。で、まあなんか白いね、イノセンス、こう鳥、翼があって首がなくて、そこから十字架がピンってなってる、
まあ、あのイノセンスの形ですよね。リナリーがこう結晶型になっている時とか、まあ、神田のセカンドエクソシスト の時の実験でこうあったこうイノセンスのね、あのこういう感じですよね。やめろっつって来るなっつって、それでこうちぎった左腕にイノセンスがうわーって入って、約束を果たさないとってことでうわーってなって、そこでなんとみるみる若返っていくんですね、このアレンが。いやーってなって左腕からこう入っていって、命が持っていかれる、どこへ、僕はどこへって、うわこれ何ですかね、どっかに持っていかれる、うん、ここがなんかちょっと引っかかるんですけど、命を食らってるじゃなくてどっかに持っていかれてるっていうねことを言ってるわけですね。それがもしかしたら別の世界、その滅んだ世界、ロードが言ってた世界なのかっていうのはまだ断定はできないんだけど、まあ考えるに別世界にこう飛ばされていってんのかなって、なんかどっかに持ってかれてる、これどこに持ってかれてんのって、消え去れで、そこにアレンってことで、めちゃくちゃいい一コマなんですけどね。さっきのあのブッ、まあ、ラビがこう来て、もう消えそうなアレンのところに、まあ、抱きついて、ラビ君まで消えてしまう、このままだと二人とも消えちゃうよって、これで終わらないぞアレン、旅はまだ続く、いや深い深い深層の底へってことで、いやすごいですね。今回はなんか一枚の絵のこう迫力がすごいよね。なんかあのセリフはちょっと少なめで、こうどでかいコマがドーンとくる感じでね、まあ、俺そういうの好きなんで全然あれですけど、はい、ということで今回は以上となります。やっぱ一番びっくりしたのがさ、なんかこうちょっといろいろ語ったり、これからこの昔のアレンとラビの旅をこう追っていくのかなと思ったら、急にブーンってなって、急にアポクリフスが乱入、そして、イノセンスをでね、なんかこう魂をあの食われるみたいな感じで、そこでしかもちぎった左腕に入っていく、そしてその形はもうね、最初のアレンのあの白い手のイノセンスみたいになっていて、なるほど、ここでイノセンスが入ったんだっていうね。だからわざとアポクリフォスはこれを作ったのか、作ってないのかちょっとまだわかんないですよ。だって明らかにセリフからあの読み取るに、もう殺そうとしてるね感じなんですよ、うん、だから偶然もしかしたらアレンはこのエクソシストになったんですかねっていう感じで、でこのままだと2人とも消えてしまうってことで、このラビは一体どうなるのか、次回がもうめちゃくちゃ気になります。もう急に飛んだからびっくりしたよね。まあやっぱびっくりしたのが、まあ、まずラビっていう単語、はい、まあ、そしてアレンね、前の、まあ、宿主になる予定だった、まあ、もうなったアレンね、そしてなんでアレン、今のアレンが、ちょっとややこしいんだけど、今のアレンが若返ったのかっていうのは、そのイノセンスの影響だったっていう、てっきりアポクリフォスが、まあ、若返らそうっていう感じじゃなくて、どうやら副産物みたいな、若返りと、もしかしたらイノセンスは副産物なんじゃないのかなって、思っております。はい、まあ、そして俺これ読んでさ、めちゃめちゃ思ったんだけど、この明らかにティキに似てるこのラビ、仙台ブクマジュニア、これクロスだと僕は思うんですけど、どうですか皆さん。またちょっと違う動画で出そうかなと思うんですけど、なんでこのブックマンジュニアが、仙台ブックマンジュニアがクロスなのか、ポイントがちょっといくつか見えたので、まあなんかそのあながち前に出した、まあ、ラビのお父さんがまあクロスなんじゃないかっていう、まあ、いくつもね類似点があったから、まあ、そういう考察という名の妄想を、まあ、動画にして出したんですけど、あながちそれがもしかしたら間違ってない、まあ、別解釈ですね、ちょっと別解釈、はい、父親っていうよりかはもしかしたらもうこのラビが、まあ、クロスなんじゃないのかなっていうのは、まあ、ちょっと思いましたって感じでね、はい、まあ、そしてこのあとやっぱ気になるのがね、この昔のアレンが何の舞台に入っていたの、この契約してる時にちょっと服装がね、今の服装と、まあ、多分一緒なのか、若干
違うんですよね。なんかまあ軍人さんみたいな服ですかね。でなんか下の方の、まあ、足にこう包帯ぐるぐるぐるみたいになってて、なんかどことなくさ、日本の兵士みたいな、軍人さんみたいな、一昔のね、軍人さんみたいな、ゼロ戦とかが飛んでるねって、あの、時代の格好に、似てる。でも、まあ、アレンだから名前も日本人じゃないし、まあ、単なるなんかね、そういうデザインってだけなんですけど、ちょっと気になったんですよね、なんか。で、部隊が全滅、誰に全滅させられたのかっていう感じですね。普通に戦争して、全滅したのか、悪魔にやられたのか、ノアにやられたのか、アポクリフォスにやられたのか、はい、まあ、いろんなね、あの可能性があるんですけど、そして彼の願いですよね。何が願いなんだろう。そう、そこら辺ももう全然ヒントがないので、ちょっと深掘りしようがないんですけど、そうですよね。はい、そういう感じで、また長い、また数ヶ月を待たないといけないという感じでね、はい、またね、ぜひ、見に来ていただけたら嬉しいですし、チャンネル登録でね、あのやる気が上がりますので、あと高評価がね上がりますので、そしてコメントで絡みたいので、よかったら、いろいろ、登録をお願いいたします。ツイッターもやってますので、よかったらフォローしてください。一言いただいたらフォローバック 100% でございます。ではまた次回お会いしましょう。哀れな悪魔に魂の救済を。